こんにちは、にじこです。風さんの歌ってね、本当に聞くとね、もうなんかなんていうかな、こうざわついた気持ちも収まったりとか、元気もらったりとか、本当に心が整うっていうものがね多いなっていうか、まあ、全部そうなんですけどね、でそういうふうに思うんですけど、そんな中でもなんかねふと思ったのがね、いや前から思ってたんですけど、風さんの歌って本当にハイヤーセルフのことを伝えるものが結構あるなと思ったんですよね。で実際風さんがその解説動画でもね、なんなんはなんかこうヒーローみたいな、内なる神とかヒーローみたいなことを言ってるし、あとなんだっけ、ライブの時かな、でっかいもんとつながるようなとかね、そういう言い方をしたりね、あとその歌の中でね、グレースでは私に会えてよかったっていう、これも まさにハイヤーセルフのことだと思うんですよね。でキラリでもどこにいたの、探してたよ、これもハイヤーセルフのことを探してたってことだと思うんですよ、私はね。でさらにはワーキングハードもようやっとるって、これハイヤーセルフからの言葉なんじゃないかって思えたんですよ。自分に対してね、自分が言ってるんですよ。そして一番好きな花、今話題のドラマ、この主題歌が風さんじゃないかと言われてますが、もう絶対そうだと思いますが、これを歌詞を聞き取った猛者たちがいて、でそこに内なる花っていう言葉があって、もうこれは間違いないでしょって皆さんおっしゃってるんだけど、これもまさしくそうですよね。内なる神のことを、花になぞらえていってるというね。こうやって常に風さんはハイヤーセルフの存在をね、こうみんなに伝えるということをねされてるんですよね。でなぜかというところですよ。でここからは私の独断と偏見なんですけども、ハイヤーセルフっていうのは高次元の自分っていうか、本当の自分、魂の存在っていうか、生まれてくる時に私は、こういうふうに今度生きると決めて生まれてきた、その意識のことだと私は信じていて、でそれが生まれると忘れちゃうんですよね。それで思い出す作業をここでしてるわけなんですけど、地球上で言ってること意味わかんないと思われた方ごめんなさい。で赤ちゃんの頃ってみんなハイヤーセルフの意識で生きてるんですよね。ちっちゃい子もね、こう自由じゃないですか。食べたい時に食べて、寝たい時に寝て、嫌なら泣いてみたいな。でそれがいろいろなんかこうしつけられたりとか、世の中が分かってくると、こう自制心とかっていうのが働いて、周りを気にするようになって、あこういう時はこういうこと言っちゃダメなんだなとか、あ今はおやつ我慢しなくちゃいけないんだなとか、そうやってこうわがまま言わなくなってくるんですよね。でそれはこの地球上で生きる上では正しいことっていうか、ルール、ある程度ルールを守るのはしょうがないんだけど、でもそれが行き過ぎちゃうと、もうガチガチになっちゃって、とてもとても生きづらくなるんですよね。でそれがもうマックスになっちゃうと、うつ病になる人もいるし、ちょっと心が疲れちゃうってことがね起こるわけなんですよね。で風さんはそういう今の現代人に向けて、もう本当の自分のね、その高次の自分、内なる神の意識を思い出してって常に言ってくれてると私は思うんですよ。でそのモーエーバが代表的ですけど、その執着とかしがらみとかそういうものから解き放たれて、それは本当の自分の意識じゃないんだよ、それは植え付けられたもの、ね、誰かの常識、どこかの常識、誰かの意見、親とか世間とか、それを信じてるだけの話で、別にそれは正しいわけじゃない。本当の自分はどう生きたいのかな、本当の自分はどう思ってる、
でそこをね思い出させてくれると思うんです、風さんの歌っていうのはね、うん、でやっぱりそのどうしても私たちは今そのエゴにまみれて、そのこうしなきゃいけないとか、こんな私じゃダメだとか、こうするべきだとか、なんか普通こういうもんでしょとか、なんかそういういろんな観念にがんじがらめになってるんですよね。だから苦しいんですよね。でそういうものを一つ一つこう手放していく、手放していく、手放していくっていうことをしていって、で本当の自分、内なる神の言葉を受け取って、そちらで生きていく。そしたら本当の自分で生きられるんだよ。そしたらもう本当にこの世はもう自由で楽しいんだよっていうね、それをね本当に常に伝えてくれてるなって、私はいつも曲を聴きながら感動してるんですよね。うん。でなんかね、今の若い人たちって、まあ、風さん世代もそうかもしれない、割とその忘れずに生まれてきてる人もいるみたいで、特に小さい子なんかは忘れずに来てるからもう分かっちゃってるんですよね。うん。私も前に小学生の子とちょっと公園で話してびっくりしたことがありましたけども、教えられなくてもね分かってるんですよね、もう忘れてないから。どういう意識で生きるのが本当かっていうことをね、うん、だからその魂の意識で生きるっていうこと、本当の自分の魂の意識で生きるっていうことね、本当はどうしたいのって聞くとね、それが出てくるんですよね。例えば会社に行かなきゃ、でも本当のとこはどうなの、本当の本当は私どう思ってるって聞いたら、本当は行きたくない、うちでのんびりしてたい、でこれが心の本当の声なんですよね。だけど働かないわけにいかない、いや行かなきゃダメみたいなのが、まあその内なる神の声をこう打ち消してしまうっていうことがよくあるわけですよね。でもそんなのしょうがないじゃないって思われるかもしれません。うん、何言ってんだって感じかもしれないんですけど、だけど少しずつそうやってその本当の自分の声っていうのを、本当は行きたくないとか、本当はやりたくないとか、本当は食べたくないとか、なんかそういう自分の本当の気持ちをちょっとでも聞いてあげて、そしてまずはその嫌なことからやめていくとすっごく楽になるんですよね。私も実はそれをやってきたんですよ。嫌なこと少しずつ減らしていったんですよね。そしたらすごく楽になって、それでじゃあどうしたいの本当はって、本当はこうしたかった、本当はこうこれが食べたかった、本当はここに行きたかったっていうのが出てきて、でそれに従っていくとすっごく楽になるんですよね。でいっぺんにはね難しいと思うし、そんなの無理っていうお声もあるかもしれません、うん、でも少しずつ少しずつ自分の声を聞いてやってあげると本当に楽になるんですよ。で風さんもそうやってみんな楽になって、本当の魂の自分で生きようよって言ってくれると思うんですよね。言ってくれてると思うんですよ。うん、だからいつもそのハイアーセルフの存在を歌のあちこちに散りばめてね伝えてくれてるんだなと思ってね、本当にねすごいことをしてくれてるなと私はしみじみ思いますね。うん。そしてこんなに歌という、ね、手段でねみんなに伝わるように、でみんなが何回も何回もこう聞いちゃうじゃないですか、風さんの歌って。そうやって知らず知らずにその思いが染み込むっていうね、本当にね素晴らしいことされてるなってねしみじみ思ったんですよね。うん。すいません、本当に何言ってるか分かんないっていう感じかと思いますが、常に私が思っていることをちょっと話してみました。うん。で私が実際やってみて
本当に良かった。今とてもとても楽に自分らしく生きられているのはやっぱりそのエゴの声を減らして、エゴの声っていうのはそのだいたい苦しいことなんですよ。これしなきゃいけない、あれしなきゃいけないとか、我慢しなきゃとか、あと私なんかどうせとかね、自分を否定する声とか、そういうものを少しずつ少しずつ減らしていったらすごく楽になったので、なんか本当に風さんのね、その歌に込めた思い、それを受け取ってね、少しずつそのエゴを減らしていけたらいいですよねっていうことをちょっと話したかったです。すいません、何言ってるか分かんなかったらスルーしてくださいはい、素敵な風さんですね。はい、ありがとうございました。ではまた。